昭和20年4月1日、アメリカ軍は沖縄に上陸。支援する兵力は艦船1500隻以上、航空機1700機余り。主力となる第58機動部隊は空母16隻、艦載機およそ1000。4月5日、天1号作戦発令。徳山沖に停泊中の大和に出撃命令が下ります。目的地は沖縄。作戦は片道分の燃料を積んで沖縄に特攻。自ら浅瀬に乗り上げて動かぬ砲台となり、敵の陸上部隊を砲撃するというものでした。艦隊を率いる伊藤誠一中将は当初この命令に強く反対しました。しかし連合艦隊司令部の次の言葉を聞いて出撃を承諾したといいます。1億特攻の先駆けとなる。昭和20年4月6日午後4時、戦艦大和出撃。その最後は22時間後に迫っていました。昭和20年4月6日、沖縄を目指す大和は豊後水道に達しようとしていました。午後6時、乗組員は甲板に集められました。そして初めて正式にこの作戦が生還を期さない特攻であることを知らされました。海軍少尉として大和に乗り組んでいた細田久和さん。細田さんは命令が下った瞬間の乗組員たちの表情を鮮明に覚えています。その時の顔色がね、ちょっと変わりましたよ。真っ青になりました。私は前の方から見えますからね、兵隊の顔が。でも僕もなったかもしれません。昭和20年に大和に配属された安杉康夫さんは当時17歳。大和に乗って初めての出撃がこの特攻作戦でした。特攻で死んでいく名誉の戦士と言いましたよね。そのこと自体が美学だとすら当時は思ってましたよね。でないと17歳で特攻にはいけないと思います。明くる4月7日早朝、大和の出撃を察知したアメリカ海軍は空母部隊に迎撃を命令。その兵力は新鋭空母12隻、艦載機およそ800。大和の頭上には護衛の航空機はありませんでした。午前8時15分、大和はアメリカ軍索敵機に発見されます。午前10時18分、アメリカ空母部隊から第一次攻撃隊200機以上が発進。大和の戦いを記した戦闘詳報です。大和が航空機に対していかに戦ったのか、この資料と生存者の証言をもとにコンピューターグラフィックスで再現します。12時32分、アメリカ軍の第一次攻撃隊およそ100機が雲の間から出現、急降下爆撃を開始しました。12時45分、戦闘開始13分後、アメリカ軍の魚雷1本が大和の左舷に命中します。射撃をすべて目測に頼る大和の対空砲火は、厚い雲を縫って現れる敵機になかなか照準を合わせることができません。敵との距離を測る係だった石田直義さんは、この時アメリカ軍航空機の攻撃を目の当たりにしました。距離測れと測れに雲が入っても測れんの環境から来ても、即興そのいうこと3回言うとります。測れんのに僕はまあ大砲が撃って艦長自分で踏んでおります。撃つよ、撃てんのです。もう操縦艦に逃げて米兵の角形に浮かんで見えるんでしょ、近づいてきても。もう私は石があったら投げたくないですよ。もう午後1時34分、アメリカ軍の雷撃機は左50度から6本の魚雷を投下。
1時37分そのうちの3本が左舷中央部に命中、7分後の1時44分さらに2本がまたもや左舷に命中しました。魚雷によって穴が開いた左舷から海水が侵入し、大和は左に20度近く傾きました。しかしここで中排水システムが作動、右舷に合計3823トンの海水が注入され、大和はバランスを取り戻します。で20度ぐらいまで傾斜して、あらーって大和が20度も傾斜 してるぞっていうのが戻りますからね。またで戻ったままドッドッドッと走るでしょ。やっぱり不信感だっていうことです。だから従って40度近くまでなっても私の中を追ったわけですから、いや沈まないと。しかしアメリカ軍の作戦は巧妙でした。魚雷のほとんどを大和の左舷に集中させたのです。片側だけを狙われた大和の中排水システムはやがて限界を迎えます。1時44分中排水区画が満水になり、これ以上の注入が不可能になりました。その直後、3本の魚雷が続けざまに命中、再び傾いた大和は二度とバランスを取り戻すことができませんでした。傾斜によって大和の速力は6ノットにまで低下、以後なすすべもなくアメリカ軍航空機の空襲を受け続けます。午後2時17分アメリカ軍雷撃機はまたも魚雷を投下。その魚雷は大和の左舷中央部に命中しました。大和の傾斜は急速に大きくなりました。伊藤長官はついに特攻作戦中止の命令を下しました。そして長官室に入ると内側から鍵をかけました。昭和20年4月7日午後2時23分大和は横転、その瞬間大爆発を起こしました。大和の沈没によって命を落とした乗組員は3000人余りにも及びます。800か1000名は置いとるんですよ。ところがもう体力を衰えて死んだ人が多いですよ。助けに来るよとは分からんのですが、特攻だからもう助けに来ると思わんから、もうがっかりして苦しいから死んだ人が多いですよ。大和の沈没、それはかつて無敵を誇った日本海軍の滅亡を象徴するものでもありました。昭和20年8月15日大和沈没の4ヶ月余り後、日本は敗戦の日を迎えることになります。